ないけど言葉にできないだけで、こうなんか漠然としたなんかこうあります、2000年もないの音っていうの。そんなにサイケデリックなのかな、まあ一応わかんないね、うん、ジャンルを聞かれてもいつもよくわからないですけど、うん、サイケデリックって言われることもあるけど、サイケってそもそも何なのかよくわかんない、ね、よくわかんないよね、なんでサイケなんだ、大学に入ったのが99年だったから、2000年問題という言葉が、うん、そうそう、時事問題でした。私たちの先輩の大学のサークルの先輩のバンドでノイズミュージシャンがいて、でその人たちに影響を受けました。ノイズはコードを覚えてないでも弾けるからいい音楽だと思います。は普通にもっとメロディアスな曲だったり歌物だったりポップミュージックだったり、私はお父さんがクラシック聴いてたから、クラシック聴いてたからな。でも正確に言ってプリサイズって普通に何だろう、ちょっとテレビの音楽とかかな、うん、初めてあこれはいいって思ったの、お母さんと一緒とか。あーそう言われるとそうかも。パジャマでお邪魔